ウィリアム・ H ・カーニー軍僧・バージニア、ダッチ・ギャップのアフリカ系アメリカ人兵士。1864年、第22連隊の軍旗、アメリカ合衆国有色軍は、兵員として主にアフリカ系アメリカ人を用いて編成された、アメリカ陸軍の連隊軍である。ただし他にも太平洋諸島の有色人種やアジア系、アメリカ人、インディアンなどもアスクと連隊に編入されて戦った。 はじめは南北戦争中に母兵され、1865年4月の同戦争終結時には175個連隊が存在して北軍兵力の約1割を占めた。後にはアメリカ西部でインディアン戦争に従軍し、バッファローソルジャーと呼ばれた。これはインディアンが彼らの神をバイソン族の体毛に見立てた故障である。1862年7月。 アメリカ合衆国議会は第二欧州法を可決した。これはアメリカ合衆国に対して反乱する所有者の奴隷を解放したもので、これと民兵法により大統領は解放奴隷を任意の軍務につかせることが可能となった。エーブラハムリンカーン大統領は合衆国に止まった4つの教会州における世論と民主党に配慮して黒人兵士の母兵に当初反対したが、 優勝の軍属ととしして雇用することは容認した。1862年夏の第二次ブルランの戦いの敗戦などで北軍が後退したのを受け、リンカーンは北軍と交戦状態にある全ての州の奴隷を解放することとした。1862年9月、リンカーンは奴隷解放宣言の予備宣言を発布し、1月1日をもって反乱州の全奴隷を解放するとした。 1863年1月には本宣言が発布され、以後夕食連隊の母兵が本格的に始まった。1863年5月22日、アメリカ合衆国旧陸軍省は一般命令第143号を発令し、アフリカ系アメリカ人兵士の母兵を担当するアメリカ合衆国夕食軍局を設立した。以後、不評、騎兵、公兵、警報、 重砲を含む各種連隊が北部州全域から防衛されアメリカ合衆国有職軍と呼ばれるようになった南北戦争最後の2年間では17万8000人以上の自由国人と解放奴隷からなる175個連隊が任務についており危機的な時局において北軍を助けた戦争終結時点のアスクト兵力は北軍全体の1割に相当したアスクトは 南北戦争を通じて2751人の戦闘被害を出し、その他の原因を含めて68178人を失った。黒人白人を問わず最大の犠牲者を出した原因は病気だった。アスクと連帯の指揮は白人士官が取り、黒人兵士の昇進は制限されていた。百六十三年末、フィラデルフィアの有色軍母兵管理委員会は、 有色軍への応募者のために無料軍事学校を開設した。当初、黒人兵士は白人兵士より低賃金だったが、彼らと支援者のロビー活動により後に同額となった。アスクと連帯に所属した著名人としては、マーティン・ディレニーやフレデリック・ダグラスの子息などがいる。南北戦争を通じて、有色軍が示した勇気は、 アフリカ系アメリカ人が新たな権利を獲得する上で重要な役割を果たした。元奴隷で奴隷制度廃止運動家のフレデリック・ダグラスは次のように述べている。一び黒人に真鍮でできた US の文字を身につけさせ、ボタンに足の気象を許し、マスケット銃を肩に乗せ銃弾をポケットに入れたならば、黒人が市民権を得る権利を得たことを地上の いかなる権力であろうと否定できない。歴史家のスティーブン・ハーンは、奴隷が自らを組織化して、南北戦争を通じて北軍に協力した場合、アスクトのいくつかの連隊を含め、その行為は、他の何よりも大規模な奴隷反乱とみなせるのではないかと述べている。アスクトができるより前、自由国人からなる志願兵連隊がいくつか編成され、中には、 南部の解放奴隷も含まれていた。1863年、元奴隷のウィリアム・ヘンリー・シングルトンは、ニューバーンの逃亡奴隷から1000人の黒人兵士を母兵し、第一ノースカロライナ志願兵連隊を編成する際に貢献した。彼は、アスクト第35連隊の軍曹となった。1863年に開設された、ロアノーク島解放奴隷植民地からの解放奴隷も、 FNCCV と第35連隊に加わった。ほとんどすべての志願兵連隊はアスクトに改編された。1922年、シングルトンは自らの奴隷体験記を出版し、その中で奴隷から解放され、北軍兵士となった経緯を描いた。あとに95歳となった、州主願兵連隊4つの連隊は補助部隊ではなく正規軍とみなされていた。彼らは、 兵役経験者として戦後も連邦政府で養殖についたが、これは以前はアフリカ系アメリカ人には通常閉ざされていた。しかし公式な先行報奨や叙勲は当初何もなく、これは20世紀に至ってやっと変化した。連帯名は次の通り、コープス D、アフリックコープス D アフリックはルイジアナ州で編成された。 北軍部隊の中の一つであり、北軍によるニューオーリンズ占領後に編成された。この一部はルイジアナ共同防衛隊から抽出されたものである。共同防衛隊の前身はニューオーリンズで編成された民兵組織であり、構成員は有産の有色自由人だった。植民地時代以来、ニューオーリンズでは根血の自由人が第三階級として勢力を持っていた。 この人々は、アメリカ連合国の有産階級の一員として、武勇と忠誠を示すことを望んでいたが、連合国政府は彼らが軍務に就くことを認めず、武器を没収した。この理由は、黒人兵士を模兵すると農業が痛手をこむるからと、されたが、これらの部隊は自由身分のクレオールや自由黒人から、なっていたので、 連合国の本音は黒人兵士をそもそも認めないことにあるのが明らかだった。コープス D アフリックの中で新しい部隊には北軍は難民キャンプの解放奴隷から母兵して配属した。これらの兵士やその家族は近在のプランテーションから解放されたばかりで収入も行くあてもなかった。現地指揮官は補充兵を保するあまり主眼兵部隊に 中古の軍服や旧式銃に六角銃を装備させた。これらの兵士は待遇給与とも補助部隊として扱われ、警備や紹介任務に投入されて白人兵士の身を開けて第一線部隊に回す目的で使われた。この代償として家族には軍のキャンプで無料の移植銃が与えられ、彼らとその指定のために学校が開設された。 コープス D アフリックに所属した兵には自由人と解放奴隷の間で階級格差があったが部隊としての行動は遜色なくポートハドソンの包囲戦や他の南方での戦闘に参加した。配下には次の諸隊があった。第16軍団右翼第16軍団の市長部隊と公平部隊で有職兵は軍属として勤務した。制服を着た。 北軍兵士と家族。近年アスクと第119連隊のサミエル・スミス、軍曹とその家族と判明第2、合衆国有色砲兵連隊は9個の異なる中隊を名目上、各3個中隊の3個大隊にまとめたもので、各中隊は通常別々に発出されていた。第一大隊、AC 中隊、第二大隊、D 海中隊第三大隊、GI 中隊第十一 合衆国有色不評連帯は、第7合衆国有色方平連帯を不評に転換して再編成された。第79合衆国有色不評連帯は、第1カンサス有色不評連帯から再編成された。第83合衆国有色不評連帯は、第2カンサス有色不評連帯から再編成された。第87合衆国有色不評連帯は、 第87市と第96市を統合して再編成された。第113合衆国有色不評連隊は第11市、第112市と第113市を統合して再編成された。ベンジャミン・バトラー将軍が授与した合衆国有色軍勲章、アスクト連隊は南北戦争の前線行きで戦ったが、主に後方で守備隊を務めた。 アスクトの作戦行動で最も有名なのは、リッチモンド・ピータースバーグ方面作戦におけるクレーターの戦いである。アスクトの連隊は、南軍防衛線の突破を試みて、甚大な被害を被った。その他の特筆すべき戦例としては、初期の試験的な大規模投入の一つだった第二次、ワグナー・砦の戦いやナッシュビルの戦いなどがある。 アスクトの兵士は南軍による過剰な暴力にさらされた。テネシー州で起きたピロートリでの戦いのように戦場では虐殺や残虐行為の被害者となった。南軍兵士の手に落ちると捕虜とはされず殺害される危険が高かった。捕虜交換協定は南軍が黒人捕虜に対して取った態度のために崩壊した。アメリカ連合国は軍服を着た黒人を捕らえた場合は 判断奴隷として市民法廷で裁くとする法案を通した。これは重罪扱いであり自動的に死刑が宣告される。この法律のために捕虜交換は頓挫した。1865年にリッチモンドが陥落した後、リッチモンドに最初に入場した中にもアスクトの兵士がいた。第41アスクト連隊は北バージニア軍がアポマトックスで降伏した現地に 合わせた戦争終結後、アスクトの連隊は、旧アメリカ連合国構成州で、占領軍の一部を務めた。クリスチャンフリートウッド軍曹ジェームズ軍に従軍した兵士は、軍司令官のベンジャミン・バトラー少将が制定した、バトラー勲章の受章資格があった。1861年、バージニアの門ンを取り出において、バトラーは、奴隷の避難民を、コントラバンドであると、 初めて宣言し、所有者への返還を拒否した。これは、北軍全体の方針となった。元は1861年に数名の奴隷が、バトラーの戦線に逃げてきたことに始まる。所有者は、南軍の大佐であり、旧戦期を掲げて、バトラーを訪ね、逃亡奴隷法に基づいて、返還を求めた。これに対しバトラーは、バージニアが、 合衆国からの離脱を宣言しており法的に外国に当たることから逃亡奴隷法はもはや適用されないと指摘し後に逃亡奴隷を保護して彼らは戦時禁制品であると宣言した南北戦争中の功績により18人のアフリカ系アメリカ人が米国の最高勲章である名誉勲章を受賞したアスクトは1865年秋に解体された 1867年、正規軍の編成は、騎兵10個連隊と不評45個連隊になった。この中で、陸軍は、黒人騎兵2個連隊と、黒人不評4個連隊不評連隊を編成し、主に元アスクと所属兵士が重当された。1869年、正規軍は、騎兵10個連隊を維持したが、不評は25個連隊に、削減され、黒人部隊も、 第二十四、二十五不評連帯の二つとなった。第四有色連帯 E 中帯。ワシントン、ホートリンカーン。1865年11月17日南北戦争におけるアスクとの貢献は W.E.B. デュボイスなどの歴史家により、米国の黒人社会に伝承されてきた。1970年代の公民権運動と少数民族に関する歴史認識の広がりにより、 戦争当時の有色兵士は、公式に先行と部君を認められることが困難であり、除君の推挙は目殺されることが多かった。もう一つの問題は、人種には関係ないが、受賞者は、政府から送られた、受賞証書と勲章の郵送料を自分で払わなければ、ならなかったことである。元アスクトの受賞者の大半はこの金にこと書いて、勲章を返還せねばならなかった。 映画グローリーは、デンゼル・ワシントン、モーガン・フリーマン、マシュー・ブロデリックらが出演し、第54マサチューセッツ志願不評連隊に所属した、アフリカ系アメリカ人兵士を描写した。そこでは、訓練過程やいくつかの戦闘、特に1863年7月18日に、起きた第二次、ワグナー・砦の戦いが描かれた。第54連隊は、アスクトの部隊ではなく、 ボストンの自由国人からなる州志願兵連隊であり、第一代に関さす有色不評連隊などに近いが、南北戦争におけるアフリカ系アメリカ人兵士の体験役難を表現している。ありがとうございます。